勝又選手、おい、心にジンときたぜ。電流爆破は大仁田淳のもんだ。電流爆破はこの30年間いろいろ変化して血と汗と涙で作り上げたもんだ。まだまだお前は甘い。高木選手、それから秋人選手、お前らなめんじゃねえぞ。おい、消費をかけろ。何言ってんだ勝又、俺と組んで電流爆破を生で感じて、いつの日か俺から令和の邪道を奪い取ってみろ。1月なのか、 DDT からお前らの大事なものを奪い取ってやる。勝又、一緒にやろうぜ。